はい、どうもこんにちは、ゆうへいです。今ね、お昼ご飯の時間なんですけど、マクドナルドで買ってきたんでね、食べようと思います。僕ね、一人暮らしを今してるんですけれども、だいたいね、自炊してるんですよね。自炊でね、料理のレパートリーがなさすぎて、なんでしょう、いつもね、似たような味のもんを食べてるんですよね。なので、なんかこう、たまにはね、違うものが食べたくなって、マクドナルドということになりました。多分ね、僕が頼んだの何やったっけな、なんか新しいやつだと思うんですよね、期間限定の。最近コマーシャルでよく見るやつ、ワイルドビーフなんたらかんたら、忘れた。まあ、ちょっと後で紹介するんですけども、早速食べたいなと。天気もいいのでね、どっか公園でもあればいいんですけど。さあ、これですね。ドリンクはコーラです。コーラ。そういえば、なんかマクドナルドのね、このストローが変わったとか変わらんかとか聞いた気がするけど、変わってないですね。普通のプラスチックのストローです。気のせい？紙のストローがどうとかこうとかあったような。ま、さあ、そしてポテト入ってるんですけどね、出すとぐちゃぐちゃになりそうなんでやめといて、これワイルドビーフバーガー、ブラジルの衝撃2014。さてね、ではいただいてみようと思います。美味しそうやな。こんな感じ。おお、オニオンリングとね、チーズも入ってるみたいなんですよね。確かに入っております、オニオンリングとチーズ。なるほどなるほど、珍しいな、これ。これが2014年に流行っていたんでしょうか。では、いただきます。うん、ピリ辛ソース、美味しい。オニオンリングのサクサク感とピリ辛感が相まって、なかなか美味しいですね。定期的に食べたくなりますよね、マクドナルド。このポテトもね、また美味しいんですよね、久しぶりに食べると。子供の頃はね、マックのポテトあんまり好きじゃなかったけど、今は普通に美味しいですね。子供の頃はね、このマックのポテトがちょっと多かったんですよね、僕にとっては。で、途中から飽きてしまうから好きじゃないって思ってたと思うんですよね。量が少なければね、まあ美味しく食べてたんでしょうけども、うん、なんかこう、ジャンクなものをね、食べてる感じもいいですよね。ハンバーガーとポテトとコーラですからね、欧米化っていう感じで、うん、マクドナルドの新商品、これとあとね、2つね、もう2つ新しいのがあったんですよね。その中のうちの1つなんですけどね、これ美味しいから、あとのね、2つも食べたくなってきますよね。たまにはこうやって外でご飯食べるのもいいですね。しかし天気もいいし、家で食べるより美味しい気がする。明日もマックにするか、これ。というわけでね、今回の動画はこの辺で終わろうと思います。このチャンネルではね、僕の生活を Vlog として上げているので、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた、バイバイ。